きなため息ですね。ライラ様。いえ、何でもないんです。何でもないと言って何でもなかったことなんてありませんわ。お聞かせくださいませんか。私、本当はどうしたいんだろうって。王女として生きたいのか、政治家として生きたいのか、騎士として生きたいのか、それともそれらのしがらみから離れ、普通の女の子のように過ごしたいのか。今のように獣士として汚れを浄化していきたいのか。その答えを出さなければならないとお考えなのですね。はい。国や民のために政治家として生きる、それに迷いはありません。それなのに、こうやってみんなと旅することにとても充足を感じているのです。私は本当は答えを出せていないのではないかと。答えを導き出す、とても大切なことだと私も思います。スレイさんにもロゼさんにもそうお伝えしてきました。その通りだと思います。アリーシャさん、答えを導き出すこととは、捨てる何かを探すことでしょうか。え、私がお手伝いできるのはここまでですわ。甘やかしすぎ。ロゼさんが厳しすぎるのですわ。ライラがそれ言うか。この旅はもうすぐ終わってしまいますから。あなたたちの時のように旅を続けてというわけにはいかない。そういうことよ。そうだね。私の答え。でかいだけなんてゴミよ。っていうかクズよ。
備えあれば憂いなし。いい言葉だ。カムランへの道が伊豆地に封じられていたって言ってたよね。スレイはそれを知ってたの？ちょっといろいろあってさ。わかんないよそれじゃ。本当にいろいろあってややこしいんだ。どう話せばいいかな。ライラ様、ややこしいはややこと C に分けて考えると由来が見えてくるのです。ややことは遠く西方にあったとされる都の言葉で、赤ん坊を指す言葉。それはノルミンさんたちの言葉に通ずる由緒正しい古来からの言語。そしてややこしいからは大人 C の由来も見えてきます。ライラに振っちゃダメな話ってことよ。ではエドナ様、お願いします。私に説明させるつもり？いい度胸ね。すいません。仕方ない、覚悟することね。覚悟？マオボーが兵馬になったのはハイランドとローランスが戦争のいざこざにカムランを巻き込んだせいで、その人の愚行に責任を感じた先代同士の妹ミューズが人柱となって道を封じていたのよ。スレイとミボがジージと呼んでいた伊豆地の王者ゼンライに赤ん坊だったスレイとミクリオを託してね。そしてゼンライはスレイとミクリオには時が来るまでその事実を伝えないつもりだった。私たちはヒゲネコ、最下の剣士ヘルダルフのことをもっと理解するため、国威の語り部メイヴィンに。すごい情報量。今日はもうここで休憩だね。じゃあお先に。あ、ずるい！何？説明させておいて文句あるの？いえ、そんな。いい？ここからが重要よ。さっきライラが言っていたややこしいの由来、ノルの、ノルだけによるノルのための闘争よ。ノル？そう、ノルよ。カムランの封印の話から遠くなってる気がする。何？文句ないんでしょ？そうでした。そこでカメニンとダークカメニンが。おはよう。おはようございます、ロゼさん。それでミクリオ様は本当に良かったんですか？そう。エドナ様！そうね、辛かったかもね。まだやってたんだ。はい。それでもお母様が出した命がけの答えを受け入れ、前に進むと決意したんですよね。そうね、生意気ね。そんなことありません、立派です。ロゼ、なんとかなさいよこれ。
私？エドナさんにサジを投げさせるなんて。恐ろしい子になったものね。何も恥じることはない。体力が少ない方がいますわ。Thank you.
前来様、救出できたんだよね。そんな。前来様は、かの者に飲み込まれても、スレイさんたちのために自らの命を燃やし、道を示してくださったのです。で、スレイたちはおじいちゃんの心に応えた。ヒゲ猫がどれだけ手の込んだ真似をしても結局は無駄だったわけ。はい、前来様とスレイさん、ミクリオさんの絆、それはかの者の謀略などに汚されるようなものではありませんでした。どうしてヘルダルフはそんなにスレイにこだわったのでしょう。こだわったね。かの者の望みは世界を汚れで満たすことでした。けどそれは想像もできないような孤独が導き出したものよ。仲間が欲しかったんだよ、あいつは。仲間。仮におじいちゃんを犠牲にしてスレイが汚れちゃったとしても、それは仲間になるってことじゃないのにね。あいつは自分が欲しかったものを自分で遠ざけてることに気づいてなかったんだ。あ、何？ロゼってすごいなって思って。あ？時々だけどね。ええ、時々です。あんたら。ここまで見事に。見事。
見えた。あれが、そう、カムランへの道、エレイン遺跡。準備はよろしいですか。集中攻撃だ。豪華契約見えたよ。分かってる分かってる。危険な仕事だ。劣化の追加に。嫌な感じ。え？汚れを導いてる奴と結局出会わなかった。姿を隠してるのかしら。気に入らないわね。ええ、狡猾さを感じます。私たちを観察しているようにも感じますわ。入っていったのでしょうか。行くよ。うん。心配すんなって。絶対スレイのとこ連れてくから。うん。大丈夫だよね。絶対なんとかする。本当、強いんだね、ロゼ。よくそれ言われるけど、自分じゃ分かんないこと言われてもね。なんか怒ってる？なんでよ、普通普通。あれは焦ってるのよ。はい、心配ですわ。ああなったロゼさんは無茶をしますから。